はい、どうも、原一平です。ちょっと諸事情ありまして、投稿期間が空いてしまいましたが、新作です。今回は、ちょっとなんかすでにカサカサ言ってますが、こちら、桃の皮です。ちなみに品種は川中島です。こちらをタバコにして吸っていきたいと思います。まあ、なんでいきなり葉っぱから皮になったかと言いますと、葉っぱの大前提である青臭さにちょっと飽きてしまいまして、まあ皮ならそんなことはないんじゃないかと思って、安直に近場にあった皮を使おうと思った次第です。まあ昔からバナナの皮タバコっていうものもあるんで、まあそれもいずれ試してみようかなと。それのまあ練習ですね。桃は皮が薄くて扱いやすそうなので。でこちらすでに少し乾燥させてあります。剥いたままいつも通り自然乾燥させようとしても多分腐っちゃうんですよね。なのでその剥いた皮を水洗いして果肉をなるべく落として、でその後軽く拭いて、まあ空気、電子レンジを使って脱水しました。本当は使いたくなかったんですよね、電子レンジ。なんというか普通に乾燥できちゃうんですよ。そうなると今までやってきた原始的な乾燥は何だったんだっていう話になっちゃうんで、まあでも人類はそうやって進化してきたんで致し方なしってことですかね。なんだこのまとめ方で。まあまだ完璧には乾かしてはいないので、ここからはいつも通り自然乾燥させていきたいと思います。で現状の匂いなんですけど、ちょっと果肉をきれいに取りすぎたか、ほとんど桃の匂いはしないですね。本当にうっすら香るぐらいです。まあともあれ、いつも通りこちらの不織布の袋に入れて天日干しで乾かしていきます。でまあ今回も一応このお守りは同梱しておきたいと思います。はい、乾燥完了です。期間はだいたい2日ですね。やっぱりこの自然なカピカピ感は天日干しじゃなきゃ出せないですね。電子レンジじゃまず無理です。やっぱり自然乾燥ですね、タバコ作りは。まあでもこの後加湿で少し戻すんですけどね。ただ問題は今までの葉っぱみたいにちゃんとふやふやになってくれるかどうかですね。なんと言いますか、その葉っぱに比べると密度が強いと言いますか、質感的にちょっと不安ではありますね。まあやってみないとわからないんで、とりあえずやってみたいと思います。とその前に例のごとく現状の匂いですね。いい匂いですね。匂いじゃない、香りですね。これはもうその乾燥前と変わらずうっすらではあるんですけど、なんというか洗練された感じ、その元の儚い香りがなんかギュッと凝縮されて詰まった感じと言いますか、花の香りっぽいですね。なんかそう思えばこれ自体もちょっとドライフラワーっぽく見えなくもないです。まあ皮なんですけど。よし、じゃあいつも通り加湿します。あ、でおぼろげながら46という数字が浮かんできたので、今回からシュミドールの入れ物はこちらのシリコンカップになりました。これなら使い捨てではないので、まあ環境にも優しいですね。ということでまた待ちですね。動画編集でじわっと暗転させます。はい、加湿完了しました。その時間にして約4時間ぐらいです。もう先ほどのうまく加湿できないんじゃないかっていうのはもうここ最近で一番程度の低い気運になっちゃいましたね。まあ早いなら早いに越したことはないので、これで刻んで巻いていきたいと思います。
それでこの加湿後の匂いなんですけど、まあ匂いに戻りました。桃の匂いです。でまあ毎回このなんかバカの一つ覚えみたいに匂い匂いってそればかり気にしてますけど、僕にとって割とこのタバコの素体の匂いっていうのはなんか大事なんですよね。それを嗅いだところでその吸った時の味がわかるわけではないんですけど、なんか匂いがいいとタバコも美味しい気がするじゃないですか。まあそのタバコ製品で言えばローブラウンとかハイタバコのアディティブフリーとか、まああとは蒸気のイロハなんかの単純明快なバージニアの匂いも結構好きですね。まあそれだけの話です。でまあ例に挙げたローブラウンとかハイタバコのアディティブフリーとか、特にその匂いは好きなんですよ。ものすごく身近な植物のとある状態の匂い香りにすごい似てて、まあその状態になる時期が来たらその植物もタバコにして吸ってみようと思ってます。もうこれは絶対です。絶対やります。とまあ自分語りをしてるうちに刻み終わりましたので、こちら巻いていきたいと思います。なんかちょっとサラダの彩りに使えそうな感じですね。食べれるかな。味はちょっと酸っぱくて美味しいんですけど、まあ噛み切れないので食べるに値しないですね。はい、では桃の皮タバコ完成です。なんかもっと華やかな見た目になるかなと思ったんですけど、そうでもなかったですね。まあそれはともかく、こちら吸ってみたいと思います。なんだこれなんだこれ、辛い、辛いですね。まあ狙い通り青臭さはないですけど、なんだろう、本当もうただの煙ですね。これはなんかなんですかね、本当木を燃やした時の煙です。やっぱりそのニコチンとかキック感ではなくて辛いです。桃の風味なんてものはまるでないですね。鼻から抜いてもないです。やばいですね、本当もう何もないです。以上です。今ちょっとフィルターを舐めてみたんですけど、なんかものすごい味がしましたね。しょっぱいというか汗の味ですね、これは。フィルターにその汗みたいなしょっぱい味がついちゃってるんで、もうそれが分かったらなんか煙もそんな味ですね。まあそうか、桃を煮詰めればこんな味か。ちょっとこれは好きな人は好きだろうとも言えないですね。これは失敗ってやつですね。まあでも煙の匂いはまあいいです。まあそりゃ桃なわけですから、タバコというよりはお香ですね。残りがもうちょっと心なしか線香っぽいです。というわけでまあなんとか吸い切りましたので、桃の皮タバコごちそうさまでした。はい、ではまとめなんですけど、桃の皮タバコなしですね。なし。なんだろうな、今までのものに比べてこの状態に加工するまでは割と楽しかったんですけど、吸ってみてこれっていうのは一番良くないパターンですね。まあはっきり言っておすすめはできませんね。まあいつも通り葉っぱにしとけばこうはならなかったんでしょうけど、ちょっとこの10個目を迎えて無駄に木をてらいたくなってしまいましたね。それが失敗でした。まあなんと言いますか、ここまで見ていただいたにもかかわらずこんな結果で申し訳ございませんでした。桃は実を食べましょうってことですね。まあ今回のこの反省を踏まえて、次回はまたとある葉っぱで試したいと思います。しかももう無難も無難に葉っぱを食べる系の野菜をタバコにして吸ってみたいと思います。今回の動画が面白かったと慰めていただけたり、次回の無難な葉っぱに期待したいと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。